にちは、かちゃんです。今日は、こちらのヘアカラーを染めていきたいと思います。アリミノのカラーストーリーアドミオという種類のヘアカラーで色を染めてきてました。最初に青色、赤色、緑色、この3色染めたんですけど、残った色はね、割とこれ結構実用的な色になってくると思うんですよ。簡単に言うと、ベージュ、茶色、グレーになってくるので、結構実用的な色かなと思います。この中でもどちらかというと若干まだ珍しいのは、グレーかな？チャコールなんですけど、これにしようかな。多分ですけど、このブラウンを入れてしまうと、今後色をのせるときに色が分かりづらくなるかもしれないので、ベージュの方がいいかな。やっぱりベージュにします。なるべく色が残りにくそうな色を入れていきたいと思います。今もね、若干金髪ではないんですよ。若干緑みが残ってるんですけど、元も結構黒くなってきたので、染め直しで次はオークルっていうこちらのカラーを染めていきたいと思います。まずはブリーチをしますので、この緑色も抜けて、また黄色くなっちゃいますね。それでは、行きましょう。カラー終わりました。まずはブリーチですね。緑みは消えましたよね。本来は15分20分くらいなんですけど、僕はもう耐えれるだけ置いていきます。なので、1時間以上なるべく置こうかなと思ってます。この間編集していきたいと思います。はい、ということで結構放置できました。毛先がね、結構白いんですよ、これ。なので、このまま色をかぶせていくんですけど、毛先はね、結構色が入ると思います。いい感じのグラデーションになりそうですね。では、これからカラーを入れていきたいと思います。カラー塗り終わりました。黄身が結構抜けまして、いい感じの色になりそうですね。では、このまま仕上がりを楽しみにしててください。はい、ということで、ヘアカラー終わりました。いかがですか？ちょっとね、予想してたよりも、色がしっかり入りましたね。こう透かしてみると、透け感がありますね。このカラーが抜けてくると、徐々にね、透け感が出てくると思います。僕ね、外国人の方、ほんと黄身がないような色素をしてて、すごく綺麗なんですけど、その外国人の方ってこうね、根元だけカラー塗るんですけど、それがね、黒く塗ってるんですよ、根元だけ。なんだろう、ナチュラルに見えるからなのかな。日本のね、ちょっと黄身が強い感じで黒でやっちゃうと結構汚く見えちゃうんですけど、本当に外国人のような透き通った色素を持つ方がね、そのような感じでやってるとすごく綺麗なので、なんか自分もそういう風に近くなるのかなとか思って、ちょっと根元をね、黒を少し伸ばしてもいいかなとも思ってます。今回もね、色落ちがすごく楽しめるようなカラーだと思うので、楽しみにしてください。そしてね、ほんとこれぐらいのハイトーンになってくると色落ちが早いんですよ。一回シャンプーするごとにすごく色が落ちるので、このようなチャコールもこれに近いんじゃないかなって今思いました、ね。染め終わりを見て。これよりも若干濃く入るのかもしんないですね。なので、まあ次回はラセットかチャコールで染めようと思います。どちらも今までの原色と比べてはちょっと地味にはなってしまうんですけど、あまり浮かないような感じで、おしゃれな感じのカラーになるんじゃないかなと思います。次回ちょっとね、このブラウン系か、このグレー系、どっちで染めるかね、コメント欄でこっちがいいとかありましたら、ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。